俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを継いだ、あなたは負けることはない。私は信じています。冥界、そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に一条の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で知っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。あ、アイオルスが矢をつがえた。聖夜旬、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモ、あのアイオルスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波で、わしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシ、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは、神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに、今こそ終止符を打つの。さあ、分かったら早くこの場を去れ。分かりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。僕がやらなきゃいけないんだ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。はいと積み付けてください。ここから先に行けば、あなただってさらでは取らない。それで脅しているつもりか。このミーノスも甘く見られているんだ。諦めなさい。そんな攻撃では先ほどまでハーデス様であった顔に傷をつけるその程度、一瞬で殺してやるからおとなしくしていたまえ。その程度、その程度の実力でこのミーノスと張り合おうなど、恩師に値するぞ。強い、その程度ここを通すわけにはいかない。彼から感じるこのコスモは何とまで。いい加減にそこをどけ。なんて鋭い殺気を放つ人なんだ。少しでも気を抜けばやられる。いくらあなたが敵とはいえ、私は気を抜けたくないんだ。ならば剣を下ろして突っ立っているが、こちらも急いでいるのでな。その程度、思わぬ時間を食ってしまった。早く嘆きの壁に向かわねば。諦めなさい。ウィナー、スペ
セクターといえど誰も傷つけたくないんだ。これでいいんだ。行くぞ。地上の愛と正義のために命と魂のすべてを注ぎ込んで、今こそ燃えろ黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。この轟音は伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは超次元聖夜瞬。ゴールドセイントたちは行ったのか。ああ、行った。俺たち愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ。セイヤ、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、シルヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ。二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと？これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。スペクターなどやめて。かせぬ。はいと。キーッキーッ。聖夜たちがエリシオンに着くまでおちらしをしているのだろうか。そこまでです。そこまでです。行くぞ。ミーノス、これはお前を倒した。必ずエリシオンへ行く。これだけの闘気をぶつけてもろともしないとは。さすが冥界最巨頭と謳われるだけある。まだわからんのか。君の闘気などそのミーノスには通用せぬ。スミックマリオネート。その程度か。ラジです。俺たちは必ずエリシオンへ行く。誰にも邪魔させはしない。邪魔だと。たまらの方だ。死ぬ人も甘えました。なんだこれは。さあ、私の操り知恵の踊りを踊るがいい。どうやら聖夜たちは彼方まで王者だ。そろそろそこまでで。俺もエリシオンに行かせてもらうぜ。まさか。そこまでで彼方たちがエリシオンに行く時間を稼ぐだ。わざと王子の攻撃を受けていたと。みんな、戦いは核ではなくコスモで決まるのだ。マーマ、マーマ、
今だ。ミーノス。言ったはずだ。貴様らにエリシオンへなど行かせんと。何？うわー！なぜ私のサープリスだけが！なんと。ミーノスが跡形もなく消し飛んだ。やはりこの空間は神以外のものを拒むのか。俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ、先に行った聖夜とシュンを追おう。ああ、そうだな。いざ、エリシオンへ。セイヤ、シリュウ、ヒョウガ、シュン、4人のブロンズセイントたちは超次元を超えてエリシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれパンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。待てよ、一騎。そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。彼らの後を追えば、お前の体は消し飛ぶぞ。確かに。だが、行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり、仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと？私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族は、ハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は本当はこのパンドラが生まれ育った美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのが、死の神タナトスと眠りの神キュプノス。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から、私を除く城にいた命あるもの全てが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るため、幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そのハーデスに忠実なはずのお前が、ここへ来てどういう心変わりだ？お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も、草の色も、血の色も。だが、この地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。これを受け取れ、一騎。それがあれば冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ。真に恐るべきはタナトスとヒュプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても、私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろ、パンドラ。わかったよ、パンドラ。お前の悲しみはこの一騎が引き継ごう。
そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいい、パンドラ。